この畝は一見枯れ草だけのように見えますが、実際にはミヤマコカブとフランスのレンヌ地方のメロンの種をまいてあります。ミヤマコカブはこのようにも発芽してきていますね。ミヤマコカブは秋巻きの方が美味しいんですが、まあ、私は春巻き秋巻き2度して、まあ、初夏以降ミヤマコカブの株もナッパも食べたいもんですから、そしてミヤマコカブの収穫が終わってもそれまでにある程度の大きさに育っているであろうレンヌ地方のメロンを育てて、夏にはメロンを食べようという寸断なんですね。同様にですね、隣の畝にもミヤマコカブと、こちらはタイガーメロンの種をまいてあります。まあ、こちらもミヤマコカブはこのように発芽しています。ばらまきですからたくさん出ていますね。でこちらもカブとナッパを食べて収穫が終わる頃にはタイガーメロンの苗がある程度の大きさになってきていますから、その後は、まあ、隣のレンヌ地方のメロンを食べたり、こちらのタイガーメロンを食べたりしようと思っているわけですね。まあ、畝はこのようにですね、同時に2種類の種をまくこともできるわけです。もちろん、1種類の作物を終えてから、次の作物をという方法もあるというか、それがオーソドックスですが、同時に2種類、まあ場合によっては3種類ぐらい一畝にですね撒けるだろうと思います。またこの前撮影しましたように、赤空豆、両側にあるのは赤空豆ですが、その間はさつまいもを去年収穫したわけです。それでさつまいもの収穫が終わってしばらくしてこの赤空豆が育ってきていましたし、今度は赤空豆が、まあ、このように花が咲いてですね、もうすぐ、まあ、5月にはここの畝の赤空豆は5月には収穫しますから、その後にここに発芽してある程度の苗に成長してきている白餅トウモロコシですね、これをこの両側の赤空豆の間で、まあ、千鳥植えにこれから移植していきますが、ここで育つ白餅トウモロコシをいずれ収穫して食べるということになるわけですね。で、白餅トウモロコシの収穫が終わる前に、おそらくまた白餅トウモロコシの千鳥植えの両側に何か私は作物を仕掛けるだろうと思いますね。私は畝を休ませるという考えは持っていません。肥料も使いませんので、適切に野菜の作り回しをする方が畝は健全に保たれるという考えなんですね。作物を収穫したから、草を生やしたから畝が痩せるというのは非常に局所的な見方で、畑全体、
としては特別休ませる畝なんかなくても痩せていくということはないんですね。その逆で野菜の作り回しはいつでも土壌を健全に保つと私は思っています。まあ、これは30年ずっとそうやってきていますので、まあ、私にとっては間違いはないんですが、肥料を使ったり、まあ、いろんな資材を投入する場合にはどうかっていうのは私は知りません。肥料を使ったことないし、農薬も使ったことありませんし、まあ、せいぜい初期の段階とか、あるいは必要に応じてあちらの方に見える山の道で拾ってきた落ち葉を、まあ、畝と畝の間、畝間に放り込んでおいて、後でそれを土寄せで畝の上に上げていくとか、そういうことは初期の段階でしたことがあります。最近はそういうこともしていませんね。まあ、畝の常時利用と一畝の複数作物の育成ということを私はずっとやってきていますね。